ありのままの自分を輝かせて生きるポポとは、生まれもってのお前の佐賀を認めちまえよ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 よっぴーたかぴーよっぴーたかぴーチャララン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 、チャラヒゲ悟りマスター、こんな俺やけども悟りを広げて宇宙の真理を得た男でございます。よーお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 ー、まんまみーやーということでね、チャラの真理の真ん中のお前ごとチャンネル、今日もいっちゃうヒューイゴーということで始まりまぴたよー。今日のテーマはすんばらしいよーつってね、すんばらしいんだけどもなぜかこんなに黙ってしまうよーつってね、あよいよいあよいよいつってね。今日のテーマはですね、ありのままのお前らしさを輝かせるポポ、うーわ神回の予感だいつってね、カミングスーンつってね、カミングスーンで言ってる暇があるんだったらもうさっさと進めろってね、今回ですからね、次回じゃないですから今回話しちゃうからね、もちろんね、最後までよチェキラッチョメン、うん、いっちゃうということでね、早速お話聞いていこうかなっていう感じなんですけども、あのね、ありのまんまの自分を輝かせるポポっていうのは実は、お前の、さがね、ね、あの、立身弁に生きる、ね、性、お前の性、お前のさが、お前の性分、ね、お前の性質、もっと違う言い方するんだったら、お前の中の性癖、全部受け入れちゃって、まんま認めちゃって、わーを言っちゃう、つってね、人には言えない、こんな恥ずかしい私のさが、性癖、変態なんじゃない私ってね、人にそんなの見せられないよ、親にそんなことを言ったら本当にもうなんか親不幸だよ私はって思っちゃうぐらいの生まれ持っての差がをちゃんとそのまま認めちゃえば OK だよつってね、わおわおわおつってね、本当にこれ神回すぎてね、あのさ、よく僕のところにいらっしゃる方も、まあ、大きな大きな誤解をされてるんですけども、過去をね一生懸命癒して、ね、ヒーリング受けて、ヨッピーのカウンセリング受けて、インナーチャイルドを癒したら、その内側から私の中の本当の私が取り戻されて、自然体のありのままを自分を輝かせて生きれるようになるよとかって思ってるんじゃないのつって、それお間違いだよってブーッってね、真理は性の逆逆ということでね、何かね、そのベールを脱いで、ベールを脱いで、玉ねぎの皮を剥いて剥いて剥いて、剥き切ったら、ね、そしたら私がまたね、玉ねぎの中から生まれた玉ねぎ太郎でございますつってね、そんなに出てこないの、何玉ねぎ太郎って、ね。思いつきで喋ってんの、バレバレ、レーバ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 ーしちゃってる、もしかして、ね、逆に言えばいいと思ってんだけど、逆、心理が逆なだけに、せーの、逆逆つってね、どんだけ早口で喋るんだって話だけども。あのね、そうじゃないんですよ。もう知ってるの、お前さんは。まんままんまのお前自身を。それこそが、人には言えないお前の佐賀を受け入れちゃえよっていうこと。これ実は今ね、僕が開催させてもらってる神サロン、オンラインサロンのリゴットで、もう話題沸騰中、もう本当にナウい感じ、もう目覚めの目覚めのさらに目覚めまで行っちゃうよっすね。エブリバディセイ、うん、行っちゃうってね、本当にエブリバディセイしちゃうぐらいの大盛り上がりしてる話題なんです。で、あんまり突っ込んだことは、こういうね、公然の場というかさ、オープンのスペースでは、ちょっとやっぱり、あの、マナー守った方がええっていうのは、それは必要だと思うわけ。だから、ここではそこまで突っ込んだことを言えないけども、むせるよ。ね、喋り続けて唾が溜まってそれ飲んだ時に、ごくんってね、飲み込めずにむせることがあるよ。ね。何の説明だって。あのさ、ここでは掘り下げては言えないんだけども、表面的なことを言えば、言ってるように今日ね、お前さんの人には言えない差が、ね、性癖、もう少し違う言い方したら、変態性だよね。私なんかこういうことに感じちゃうのみたいなね。あるっしょ、そういうの。ヨッピーはありまぷ。ありまぷね。誰から教わったわけでもなく、小さい頃から、なんだろう、なんか変な感じしちゃうよ、これ。なんだろうこれ変な感じしちゃうよってこれですよね。
ね、それはお父さんやお母さんに対して、これなんで変な場にしたんだろうって言えないよ。ね。で、どっかでね、もしかして自分の前世で大量になんか女性にみだらなことをしてきた前世の呪いがかかって、それで僕は十字架を背負ってるんじゃないかなんて考えちゃったこともありますね。なんならスピリチュアルに興味持つ前から前世とかね、キーワード出てきたから。これなのよ。これが大きな罠で違うの。そんな十字架は背負ってないの。むしろ、そのお前が十字架、重き十字架、呪いの十字架と思い込んでる淫らな性癖こそが実はお前のサガ、天から授かったサガ、天性の才能、要するに天才性だよーっつってね。だからお前のサガイコール変態性が実はお前の才能のありか天才性でございましたっていう、なんていうオチなんでしょうみたいなね。お前はこれはね、大切なものだから握りしめておかなきゃいけない。これを持っておかなくちゃ幸せになれないんだって思ってるものに限って手を開くと、それうんこやからっつって、これうんこやないかっつって、これ手放していいよっつってね。で、逆にお前が、やだ、恥ずかしい恥ずかしい。こんな私で恥ずかしい。こんな差が、こんな性癖、こんなみだらな私、本当にダメ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 って、私これうんこだろうって思い込んでるものこそが実は手を開くと、ダイヤモンドだねーっつってね、ああ、いくつもの場面だっけ、プリンセスプリンセス、お前さんをね、プリンセスに輝かせてくれるダイヤモンドなんだよーってうまいこと言ったやないかーっつってね、プリ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 、プリプリ、ね、プリプリしちゃったよ本当に、ね、うんこは手放してダイヤモンドは内側につってね、それなんですよ。せーの、それ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 、それなー、ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分になるのつって、歌うまでもなく、お前さんは実はありのままの自分でございます。そしてありのままの自分っていうのは、実は人に言えないようなサガのことでございまして、生まれ持った性質でございますね、お前さんの。そこをダメ、こんな私じゃって思ってるね、思い込んでるだけでございまして、思い込めもしてないんだよね。でもそんなお前でしょ、そんな変態のお前でしょね。エロスは、エロスは、エロスは神様の名前でございますよ。要するにエロスは生を躍動させる、生きる生命を躍動させる、実は根源のエネルギーでございますよちって神かいつってね。だから、イニシエからこういったことに目覚めた本物のマスターは、生と死、死ぬことね、生きる死ぬっていうことと、エクスタシー、オーガズムね、セクシャリティっていうのが、真理と一つそのものなんだよっていうことを見抜いてたんでござるよ。ヨッピーは、そこまで、ついに、来ちゃった。いや、違う言い方したら、うん、行っちゃったっつってね。お前もどんどんついてこいよっつってね。もうこれね、ヨッピー気づいちゃったんだけど、このオーマイゴッドチャンネルっつうのも、実はヨッピーの性癖をシェアしてるだけでございましたっつってね、何も崇高なことしてない僕の変態性が天才性となって、みんなに喜びを与えてるんだかどうかよくわからないけど、あ、行っちゃうということで楽しんでやらせてもらってますよっつってね。オッケー、超早いから覚醒、こっから超早いから覚醒が、覚醒が超早い時代来ちゃったから、こんなにふざけた本当に笑える感じでピラッていっちゃうから。ね、詳しくね、もうピラッたい人は、ああ、もうこれは言うしかない。オンラインサロンのリボットに、カモン、ああ、エクサシーっつってね。みんなそういうことオープンに、みんなでこう、もうぶっちゃけて、怖いもの知らずだね、もうね、みんなで言えば怖くないっつってね。私もこんな変態、私も変態。私も変態、私も変態。怒ると、私はこういう天才、私はこういう天才、私はこういう天才。天才、天才、すっげえ神がすごいし、オンラインサロン。まさしく、神が帰って、神が楽しむ遊び場、オンラインサロン、リゴット、バイヤーだぜ、イエーイっつってね、ゴールデンウィーク開けるだろう。もうカモンチャーっちゅうことで、最後、面白いっちゃいましょうか。お前、そのままのお前っていうのは、そのままの変態のお前だぞ。チャンネル登録カード、いろんなよろしくお願いします。今日も変態そのものだよ、かわいこです。はい、ヨッピーの脇でね、すやすやと寝るチョビータでございます。インカメラで撮ってますけどもね。見てください、皆さん、これ。
もいつもくっついてくれるんですね。こうやって可愛いでしょ。うん、ねえ、癒されますよね。いいっすね。たまにはこうやってインカメラで撮るのもいいな。ジョッカン、ねえ、ジョッカン、ご満悦な顔してくれてね。いつもくっついてくれるくらい。見てください、みんなこれ。カリン様みたいな顔して。以上でございます。